続いては郵送部人の皆さんです。郵送部人の皆さんは千葉県船橋市よりお越しいただきました。それではどうぞ。チームコンセプトは自分に感動、人を引きつける輝きを持とう。今日も皆様と楽しみたいと考えております。楽しかった、また見たいと言っていただけるよう頑張りますということです。それではよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。船橋から参りました郵送部人と申します。今日はぜひ会場の皆様とご一緒にこの時間楽しみたいと思います。手拍子5000円よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。郵送部人2013まっしぐら明日へ挑戦。さあ、みんな半分ご一緒に。
たくさんの手拍子と拍手をいただいたお客様に気をつけろ。礼ありがとうございます。